どうもボボビーアトレーザーのボビーーーーレのです、ね、ちょっと大幅に、えー、配信の時間が遅れましたけどもね、えー、まああのアーカイブとしてね残していきたいなと思いまして、えー、まあ、えー、録画をしてます、えー、そうですね、えー、それではですね今日は、えー、11月24日、ねえー、火曜日ですねもうあの祝日が入ったらあの曜日の間隔がもうぐちゃぐちゃになりますけどね今日は火曜日ですねそれでは Opening a movie up, dahzah. ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、今日もね、えー、大阪のボビー・アートレーザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。ねえ、えー、まあ今日おちょっと午前中外に出てたんですけども、あのー、あれですね、えー、すごくうまあ気温はね、グッと下がってはいるんですけども、えー、秋晴れというかね、あのー、非常にいい天気でしたね。うん、でまああのかか傘もいらんし、ね。 まあまあ、アトリエに戻ってきたらあの、ままあ、あの外の景色が分かんないんで、えー、あれですけどもね、まあ、あの秋が深まってきたなという,う雰囲気はありますね味わいますね。で今日はですね、えー、何をお話し,しようかなと思ってねあの、まあ、ボビー・アトレーザーでねこのおー見てご覧い,たいただいている方もそうですし ブログとかねいろいろ知ってくださってる方とかねあると思うんですけどねその時いろんな方とのねご縁をだいたりして今日はタイトルはですね「ボビー・アトレーザーをご愛用のお客様は○○」っていう感じでねいろいろタイトルをこれを作これを フレーズをいつも考えるのに <laughs> そこそこ時間がかかるのねあのえー、っとまあまあだけどまあ今日はそんな感じでねえー、まあエピソードいろいろありましてその中のまあ一つねこのアトリエでえー、まあいろいろね会話をした中でふっとおその時のなんかエピソードをね一つお話しようかなと思います。えー、とですねああのー、まああ まあまあ、お客様はねこだわりを持ってる方がやっぱ多いですね、うん、基本的に。うんあのー、例えばあそのお客様もそうですけども、えー、あとあ連絡、まあ、メールでね、えー、最初メールで連絡いただいてそ,っか、まあ、それが何日、えーあのー、打ち合わせっていうか、あのー、一度ね アトリエにお伺いしたいんですけどもということで全然お気軽にいい感じでねメールのやり取りさせてもらってでまあ,あの、まあ、お越しいただいてねあのお話しさせていただいててその方はすごくうもちろんレーザーもシルバーもおーバイクもお好きな方ですね、えー、方でしてねあのすごい非常に個性的で物腰、えー、の,の,の柔らかい感じの方が多い あのまああの画像をねこういろいろネットであのいろいろ検索をした時にまあ違うことで検索した時にあのまあ関連動画みたいなあ,あ関連動画じゃないなえかんあのほら画像検索ってあるじゃないグーグルの。なんかのあの見た時になんか僕の作品が 何個か載ってたみたい、ね、で、まあ、そこからあ僕のブログをね、えー、読んでくれたりとかあするようになっててでまあ,あ問い合わせをねいただいてであのアトリエにねお越しいただいたんですけどもでその方もねあのまあハットをねご注文いただいたんですとその当時であの普段からねあのかぶり物っていうか帽子とかはたくさん持ってるんやと。 うん、今までいっぱい集めてきたし、あのーまああのー、価格的にもね、えーまあ、プチプライスからハイプライスまでいろいろあるけどもその中であやっぱりこう人生の、ね、折り返し視点というか、まあ、僕ももう折り返しなんでしょうかねだけども大体、まあ、同世代かちょっと上かぐらいの方が多いんですけどねでやっぱこうたくさん集めてきたけどもあの長くこう一緒に、えー、付き合えるもの をやっぱりもう持ちたいなあ,いあって物をいっぱい増やすというよりもなんかこう自分がイメージしたこととか自分が気に入ったものを,とをこう何か身の周りに置いたり身につけたり、うん、そういうふうにシフトし,たしていきたいとずっと思っててということででまあ,あねありがたいことに、えー、ボビー・アトレーザーのーハットをです、ね、オリジナルの発トをですね、えー、制作させていただいたんですね。 あのー、まあそのットもですね僕も思い入れがありますね。うんあのー、こ,ここでねスケッチを描きながら、えー、打ち合わせしていろんな僕の,あのここにね、あのー、サンプルっかサンプルもそうやし、えー、っとまあその時に,その時にねあの、えー、ストックしているエキゾチックレザーとかねあの特に、あのー、なかなかちまったで言うほど見ないような。<laughs> うん、でが、まあ、あるじゃないですかねあるからで、まあ、それを並べたりとか構成したりとかしてあと僕が、あのー、その場でスケッチを書いてね、えー、こういう構成になるけどなとか話とかしながらで一つのものをね作り上げていくっていうか、うん、まあだから、あのー、うまくは言えないですけどほとんど。 お僕は作るっていうね制作をするという,う立場っていうか、あのー、役目、うん、でやっぱりその僕の中ではですね、あのー、一緒に作り上げていってるイメージなんですよね、うん、その一つの作品を。うんあのーまあ、僕の元からはもちろん離れていくんですけどもねだけどもその思いをこう込めて、えー そのの時時の時た間ととかかそそやりり取れは僕にとっても忘れられない財産ですしあのボビー・アドレザーという歴史がもしあるとしたらその中の大切な一つのピースとなってまあそれが積み重なってえね今があるわけなんですけどもねそれからこれからもあるんですけどもねえそのね言葉をねあの聞いてあのやっぱりそのなんていうのな 数をたくさんね集めること集めるというよりもこだわりを持ったものを1個だけよりもまあそこからま,あまた次のステップとかねあの柄違いとかテイスト違う世界観の同じ世界観だけどちょっとこうね角度を変えたものをとか素材を違うもので表現したものを 所有してていいいいただいてるっていう感じであのこだわりの方があボビー・アトレザーにはあーで訪れる方っていうかあの出会った方、うん、はあい多いような気がしますし、うん、やっぱりものを大切,大切にしてる方が多いですねそれからあのー、なんていうのなえー、っと間に合わせっていう感じがないですよね。 うん、やっぱり間に合わせで物事を見てる方っていうのはあ今思えばあいないですねなんかこう全てにどんなちっちゃいものでも何かのなんていうのな思い入れとか、うん、リップノロールもそうなんですけどね。 あのー、いろんな方々のリップンロール今パッと今ここにあるんやったら、まあ、リップアームリングですかねこのこのねちょっと今ピンとぼけてるかなこう,こうすたらいいかなこう,したこうしたらいいかなこうしたらいいかなこういうリップンロールシリーズもですね、まあ、あの僕があの何でしょうここで組,組,組み立ててはいるんですけどねあの日が空いた時間とかでね。でその時に あのまあそれがご注文いただいたりとかす,ねあのする時も多いんですけどその中でもねやっぱりこうプレゼントとしてとかあすごい大事な方にということでたまにそ,のそれをちょっとカスタマイズしたりとかね、え。ー あのここアトリエに行った時にあのこうスタンズをこうバーっと打ったりとかあのスワロースキーをねあの打ち込んだりとかねそんなことをしたりとかしてね「プレゼントするんです」とか「今度こういうイベントがあってあの送りたい方がいてて」とか音楽仲間の友達がとライブ仲間かなコンサート一緒に行くオフ会な感じのね方が来ててまあ,あの来てて。まあ あの今度集まるからそのお土産にということでえまとめてねえお買い求めてだいたりとかうんあの一つ一つにねあの本当にねあのストーリーを感じますねあのなんかエピソードっていうかうん,なんかそれってそれをね僕もこう耳に実際に耳にしたりとかしてて非常にえ幸せな気持ちになりますし。 ああのこ,うこういうことを僕はやりたかったやなって,って、うん、若い頃にその、ね、ミュージシャンになりたいなとか思ったりしていろいろギター弾いたりしてたりした時期があったんですけど、まあ、それが今そういうふうなことのいろんなことがあったけどもおその思いが、ね、やっぱり今のこうレザーとしてねこう作品として残していっていくことでなんていうの 音楽を通してもそんなことしたかったなと思ってたしそれが今のこの形になってできてるなと思ったりもしますね。うん、あのまあロビア・トレザーをご愛用のねお客様は本当にあの皆さんあのもうほんまに何て言うんですかねものに愛を持ってますよね。あと えー、こだわりがあったりとか、うん、あの自分のなんか世界観というかそれにね僕のボビーア・アトレザーの、ね、世界観と、ね、マッチすればあ僕も最高ですしね、うん、そんな感じで、えーまあ、今日もね作品作りに励んでますけどね。はい、それではまた あ明日はですね、えー、ちょっとアトリエから離れて、えー、スマホからああちょっとだけね顔出すという感じの中継になると思いますけどね、えー、またねお,、あのー、お会いしましょうねそれでは素敵な一日をお過ごしください。ボミでしたじゃあねバイ